あやかしえんじゅです。あやかしいちごよ。あやかしのり。コッシーと一緒4回目はいちごのおすすめのお店を紹介します。ウェーイ、1週目は季節に合ったものとかでチョイスしてたけど、2週目からはそれぞれの好きなお店とか行きたいお店になっていきます。それぞれの個性も出そうだよね。今回はね、私が1回行ったことあって、2人にも一緒に行ってもらいたいなっていうお店を選んでみました。さあ、じゃあ早速紹介していこうと思います。はい、今回のお店はウオネコです。イエーイ、かわいい名前。はい、ウオネコは東武東上線大山駅から徒歩2分のところにあります。めちゃ近かった、ね、近かった。商店街からすぐだったね。で、池袋から3駅なので都心からもアクセスがいいところです。はい、これがお店の看板。この看板を目印に行ってみてください。はい、これがお店の外観です。大阪で加えたトラ猫ちゃんがすごいね、古き良き居酒屋って感じのあれで、ついついふらっと立ち寄りたくなるシーンになってます。このね、お店の外観の写真が明るいのは私が当日に撮り忘れたからです。そうです。帰りに撮ろうねって3人で言ってたのに、3人ともベロンベロンで誰も覚えてなかった実は撮りに行きました。ありがとうございます。こっちでも分かりやすい写真。そう、ランチもやってるので、これね、今ランチのとくらいの時間に行ったんだけど、ランチはね、定食みたいな感じで、ができるの、お魚系の定食が揃っている感じなので、ぜひぜひお近くの方はランチに利用してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、私たちが通されたのはこの、一番奥にあるテーブル席だったんだけど、カウンターもね、いっぱいあって、カウンターを囲んで飲みに来てる人もいっぱいいて、テーブルでゆっくり楽しむこともできます。一人でもすごい入りやすい感じだったね。はい、これが料理のメニューです。これは多分通年通しっていうのメニューになるのかな。定番のメニューが並んでいる感じになります。季節メニューもあって、季節ごとに多分結構料理の内容もかなり変わっている感じがするんだけど、その感じの季節メニューを私は取り忘れました。マジ？そういうのあったよね。あとでさ、私たちも注文した後にさ、こっちにもありますよって言われたやつあったじゃん。あ、そうだった。取ってからね、教えてもらったんだね。このスタンダードメニューもいろんな種類あった。見たことないなんか料理名とかもあったから、めっちゃワクワクして楽しかったね。サバカレーとかね。気になった。これが、定番の方のお酒メニューになります。結構お酒の種類も豊富だったよね。いっぱいあった。こちらが日本酒のメニューになります。日本酒この時行った時は6種類だったんだけど、本当に季節ごとに入れ替わりがすごく激しそうだったよね。なんか結構常時ね、違ういろんなお酒入ってるっておっしゃってたね。本日のって書いてあるから、これがなくなったらまた明日は違うのとか、毎日多分いろいろ変わるんだろうなって思った。ねえ。はい、こちらが私たちが一杯目に飲んだお酒たちになります。エンジュが、右側の赤いのがエンジュが頼んだ。そう、一杯目はね、トマトハイを私はいただきました。祈りが左側にあるレモンサワー？飲めづらいしくたたるんじゃった。なんかね、レモンサワーだけど、あの中と外、あのホッピーみたいな感じになってたよね。そう、初めて見た。ね、私も初めて見た。美味しかった？美味しかった。濃さを自分で選べるっていいねって思った。もう最初から全部バッて入れたけど入れてたね、そういえばね。そして私は日本酒のコンチキチンを頼みました。ラベルかわいい。コンチキチン、ね、もみじ、秋のお酒だね。冷やおろしって書いてある。すごくね、飲みやすくてさっぱりグビグビっと飲める系の日本酒でした。じゃあ乾杯。私がね、さっきの動画の乾杯のやつだと動かせなかった。なみなみ注いでもらってるからね、ありがたいね。なみなみ、なみなみって一番好きな言葉かもしれない。嬉しい。私も
切りまで入れていただけるのめっちゃ嬉しいよね。嬉しかった。とても美味しいお酒でした。私たちはここに書いてある日本酒6種類を全制覇してきました。今から順番にポコポコ紹介していきます。これは、はい、高千代は最初に祈りだっけ頼んだの。エノが頼んだやつ。いや違う、高千代は違う、これエンジだった気がする。うんうん、ハロウィンカスタムメイドって書いてある。ハロウィン仕様だよこのラベル。めっちゃ可愛い。そうかぼちゃある。かぼちゃ、ね、上にもなんかねキャラクターみたいなのに猫ちゃんかね。え猫ちゃんがなんか狼のかぶり物してる。ちょっと濁ってるお酒だったよね。うん、そうだね、うん、まあいい美味しいお酒でしたね。これはイノが頼んだカリフォです。フルーティーでまろやかな美味しい日本酒だった。これもなんかすっごいおしゃれなラベルで、ラベルめっちゃおしゃれだね、うん、海のようなワインみたいだよね。で、ね、そうワインっぽい純米吟醸秋って書いてある。結構その秋の冷やおろしが多分半分ぐらいを占めてて、ちょっと季節感を重視してるんだなってふむふむって思ってました。うん、あと私たちがさ一杯目口開け、そう口開けですってね開けてくれて、口開けってなんか特別感あるよね、うん、私が初めての女やって感じで嬉しい。続いて天日です。天日です。エンジェル大好き天日、大好きな天日です。推し酒です。推しです、推しです。あ見た瞬間にあエンジェル天日あるよっていう、飲む飲む言った言ったテンビアンの飲む飲むってこれね見て見て、私のさイラストあるじゃんこの左上の、これねよく見るとねボトルにねテンビって書いてあるんだよ。頑張った祈りがね書いてくれたの。頑張ったよ。ありがとう。テンビはお酒紹介動画でも紹介しているのでそっちもよかったらぜひ見てください。はい見てください。大好きな美味しいお酒です。次がこっちこっちごちゃってちゃんとそれまでお酒きれいに取ってたのにここでいきなり豪快ごちゃもうねこの時にはあの料理がねいっぱい来てもあの机に乗り切らないなっていう感じになってたんですが、これが新亀の厚缶かな、厚缶でいただきました。あの紹介でねなんかぬる缶から厚缶でお楽しみくださいって書いてあったので、うんうん、ちゃんとそれに従って厚缶にしてもらったんですが、とても美味しかったね。うまみがある厚缶、今季初厚缶だった、うん、確かに。あ私も厚缶、うん、ね飲むとあ冬来たなって感じするよね。ねえでもさこの時食べてたのがさなんか大根なんか煮物のやつだとさ、なんかあ秋冬みたいな感じのほっこりした気持ちで食べれました。よかった、合いましたね、最高のマリアージュです。こちらカモニシキというお酒になります。イエイイエイ、好きだー、かわいい、カモニシキ愛してるぞこれもラベル可愛かったね。可愛いんですよ、うちの星可愛いでしょ、うん、これもうちの星酒なんで貴重の花の絵なのかな、うん、そう紫だね、かわいい、うん、きれい。しぼりたてって書いてあるとなんか絶対おいしい感じがするね。ねるしね、この生酒とかさ、なんかあつ森みたいな感じですごいいいよね、あつ森って感じ、あつ森全部リーズナブルな値段でよかったよね。でもこんだけさ、なみなみ注いでくれてね、もうありがたかったです。全部なんかどのこの6種類は多分本当に私たちが行った時に飲めるお酒で、多分皆さんのこの動画見て行ってくれた時にはまた全然違うラインナップになってると思って、はい、行くたびに楽しいお酒が飲めるんじゃないかな、うん、結構ね日本酒のラインナップはねあのセンスがとてもいいなって私は思ったんで、うん、またぜひ行きたいですね。口コミとかの載ってる写真とかレビューとかで見ても全然今回あとお酒とは違うお酒が出てるから、うんうんうん、本当に違うんだ。はい、ここからお料理の紹介になります。やだこれはまずね、あのねここはあのやっぱ魚目っていうだけ魚がやっぱり美味しいところなので、メインなんだろう、ここに来たらまず頼まなきゃいけないのはやっぱり刺し盛りですわよ。特盛りみたいなやつを頼みました、うん、その後ろにあるのはしらすのサラダと長芋のわさび醤油漬けみたいな感じだったね。びっくりしたのがさ、刺し盛りだけどちっちゃい お寿司巻き寿司とかも乗ってて大満足、うん、ねえお寿司美味しかったね。そう、いくら乗ってるやつお寿司だよ。かんぴょう巻きもあったよ。そう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 、うん、でしかも高くないの。
そうね、そこで安かったんですよ。びっくり、リーズナブルなんです。こちらはギンナン、イエーイ、いちごの熱ボン頼んだギンナン。うん、でも熱くてね、すぐ手出したんですよ。あちゃあちゃ言ったパネ。これも私今年初ギンナンだった、美味しかった。あ、私も大人になって日本酒飲めるようになって最高に美味しいなと思うお酒のお供だよ。わかる、合うよね、うん、こちらシューマイです。これすごいさ、うん、なんかすごい祈りがわーってなってたイメージ、うん、でかくてさ、美味しかった、肉厚だったよね、そう、ジューシーだった、めちゃめちゃ美味しかった。これぜひあったら頼んでね。ユーモア焼きです。サワラだっけ。サワラ、私がどうしても食べたくて頼んじゃった。美味しかった、味もしっかりついててね、お酒に合いましたよ。日本酒にね、バッチリでしたね、うんうん、かっ大好きだ。大好き。これはね、2個だけなのは私とエンジュが2人占めして、祈りにはさっきのシューマイの1個を分け与えて、なんかいいかって感じの喧嘩はしませんでした。はい、殴り合いはしませんでした今日は。はい、しませんでした。どうぞどうぞ。これがさっき言ってたの、アツカンと一緒に食べたタイの釜大根です。美味しかったね、これね。なんで煮込んであるものはこんなに美味しいのか。しみしみ、そう、タイのね、出汁を知ったしみしみ大根がめちゃくちゃ美味しかったね。うまかった。本当思い出すだけで日本酒が飲める気がする、うん、まだ食べたい。こちらは自家製さつま揚げになります。わーい、自家製ってここでしか食べれないから、絶対食べたいなって思ったんだよね、うん、美味しかったね。美味しかったね。茶髪寿司です。これはタイノとエンジュが絶対食べたいって言ってる。そう、私と祈りはおしめさまが大好きなの。これはこれだけ、あの下の後ろの背景が違うのは、もう料理が乗らなすぎて隣のテーブルをお邪魔して写真撮ってるからです。ありがたい。飲みすぎた、いっぱい食べたね。やれたね、めちゃめちゃ頼んだね。お腹ペコペコだったんだ。いや、そうだね、もう3人ともさ、もう待ち合わせでこう会った瞬間からお腹すいたお腹すいたってすごい言ってたもんね。疲れてきたっつって。ね、というわけでたくさんたくさん食べて、あのここにあるお酒をぐんぐん飲んで、お酒の料理もいっぱいパッパッ食べて、すごく美味しかった、大満足なお料理お店でしたな。楽しかった、美味しかった。さっきのやつの中にはなかったんだけど、この写真の奥にあるクラッカーに乗ったカニ味噌がまためっちゃ美味しかっただよね。これをずっと舐めながら酒が飲める。わかる、これちょびちょびやりながら日本酒飲んだもん、ずっと飲んでた飲んでた。美味しかった、本当にね。なんか全部細かくは紹介しきれてないんだけど、他にも頼みきれてないご飯物もすごいいっぱいあったもんね。ね、うんうん、釜飯とかね、そうだったよね、食べたかったよね。釜飯食べたかったの。また行こう。ね、そうだね。また行きましょう。ちょっと季節変えてまた行こう。そうですね、はいね。ま、真冬も行きたいな。熱燗飲みまくろう。いいね、熱燗飲もうね。うん、美味しかったね、楽しかった、満足満足。やっぱね、お酒がグビグビ飲めて、あんまり値段を気にせずにいけるっていうのは結構でかいと思うんだよね、酒飲みにとって。それ大きかった、うん、やっぱそういうので大満足のお店だったので、ぜひぜひみんなも行けたら、大山池袋からすぐなのでぜひぜひ行ってみてください。でね、アネツコさん、 LINE でお友達登録をするのね、なんか、うん、お得情報とかが飛んでくるんだけど、雨の日になると雨の日割みたいなのをなんか6時までとかハッピーアワーみたいなの出たりとかするんで、ね、へえ、あ、行った時もハッピーアワーの看板出てたよ、何時から何時で。そうなので、私たちが行った時はもうその時間が過ぎてたから絶対なかったんだけど、ちょっと早い時間に行けたりするとそういうのもある、ぜひぜひ登録してみたりするといいと。あとここね、池袋に系列のお店が別であって、あ、そうなんです。あのね、日向っていう焼き鳥、焼き豚のお店、あのね、それめっちゃ有名なお店なんだけど、そこの系列店さんだった、うん、私そっちもさ、そっちはまだ行ったことないから、そっちも行ってみたいな、うん、おいしい、おいしい、気になる。
で、大山はすごい、美味しそうなお店が本当にいっぱいあるので、行く途中もいっぱい気になった。ねえ。ねえ、ツイッターの方にはあげたんだけど、2軒目だぜ、イエーイみたいな動画撮った。大山にある別のお店なので、そういうね、飲み屋がいっぱいあるので、お酒好きさんにはすごくおすすめな街なので、ぜひぜひ行ってみてください。プラプラ歩くだけでも絶対楽しいと思って。行ってみてね。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくねー。